どうも皆さんこんにちは、イサフトです。よし、じゃあ続きやっていきましょう。バクティオン神殿目指していきたいと思います。見て、あそこ見つけたね。なんじゃあのバカでっかいの。ヘラクレス、アレクセイが呼び寄せたのか。おお、すげえな。あれ、エンテルケイヤかな。あれはエンテルケイヤ、アスタル。アスタル、新しいエンテルケイヤだ。まだアパティアを狙っているのね。逃がされたように見えたけど。ああ、あの遺跡に追い込まれたみたいだった。どうやらあの遺跡がバクティオンで間違いなさそうね。アレクセイ、今度は何を企んでるんだろう。アレクセイが何を企んでるのかなんて関係ないわ。ああ、俺たちはエステルを助けるだけだ。でもこのまま接近するとアスタルの二の舞よ。少し離れたところから降りて近づこう。よし、着いたね。忘れられた神殿バクティオン。めっちゃ親衛隊守ってんね。アレクセイ、お姫様だよ仮にも。そしてアパティアを持っている。あいつ、イエガメ、雑魚の始末もできぬほどふぬけたか。アレクセイ、あなたは一体エステリーデ様に何を。エステルを返せ。エステル、目を覚まして。エステル、よかろう。何、強。何の補助もなしに力を使えば姫の生命力が削られる。諸君も姫のことを思うならこれ以上邪魔をしないことだ。うわー、アレクセイ、くっそ。わあ、フレンタイだ。ソーディア、どうしてここに。ヨーデル殿下はヘラクレスの動きを掴んだんですよ。それでヨーデル殿下が僕らを派遣したんです。きっと助けがいるだろうからって。ヨーデル殿下、素晴らしい。ったくあの天然殿下、おせっかいにも程があるぜ。そういう貴様のざまはなんだ。散々大口叩いていたくせに。育ちのいいオレキレキと違ってこっちは出来が悪いんだよ。おい、みんなしっかりしろ。あれ、あんたたち。助けてくれたらしい。ヨーデルに言われたんだと。アレクセイは神殿の中じゃ。早く追うのじゃ。隊長、やはり今からでも我々と一緒にヨーデル殿下の元に戻りましょう。そうだよ。申し上げにくいことですが、危険が大きすぎます。今の帝国で最も守らなければならない方、それは。分かっている。騎士としてそうすべきだってことはよく分かっている。なら、これは僕自身のけじめなんだ。エステリーゼ様のこともアレクセイのことも頼む。行かせてくれ。でも頼む。いいぞ、よく言ったフレン。騎士ってのは本当不自由だよな。なぜお前なんだ。なぜお前みたいなやつがフレン隊長の友人なんだ。隊長は私たち騎士の憧れだ。あれこそ帝国騎士の鏡だ。なのにお前と一緒だと隊長は隊長でなくなってしまう。今回のことだって。くだらねえ。そんな話ならそのリンゴ頭とでもすりゃいいだろう。
俺たちあんたの愚痴に付き合ってる暇はないんだよ。金庫頭？貴様！ソニア、ダメですって！ソニア！これだけは言っておく、ユーリ・ローウェル。お前は、お前の存在は隊長のためにならない。激しい人ね。それじゃあ僕らは引き上げます。フレン隊長のこと頼みますからね。招待撤収するぞ。急いで本隊に戻る。ユリ、さ、早いとこフレンを追っかけようぜ。ええ、あの調子で力を使わされたらあの子もエアルの乱れも手遅れになってしまうわ。やべえ道具だなあれ、マジで。あいつ、エステルを道具みたいに、許せない。行こう。ヨーデル殿下、僕たちのために助けを送ってくれたんだね。私たちっていうか、フレンとエステルのためでしょ。来る方も来る方だが、よこす方もよこす方だ。たく、自分の立場を自覚してねえのかね、あの殿下は。それが殿下のいいところ。そういうお方なんだ殿下は。今回のことだって人一倍心を痛めてらっしゃるはずだ。エステルのことをかしら、それともアレクセイのこと。どっちもだ。急ごう。焦んなって。何をのんきなことを言っているんだ。どこに敵がいるかもわかんねえんだ、落ち着けよ。そうだな、すまない。ユリたちの方がよほど。気にすんな、お互い様だ。パティ、大丈夫か。大丈夫、極めて大丈夫じゃ。ささ、エステルが待ってるのじゃ。急ぐのじゃ。またパティ、どうした、なんかあんのか。アレクセイ、アイフリードのこと自分の手下みたいに言ってたよね。確かに騎士団がギルドを雇うこともないわけじゃないが。手下かどうかは分からねえだろう。何にしてもその話は後だ。行こうぜ。さっきもこんな部屋だったの。似たような部屋ばっかりだな。ひょっとしてずっとこんなんじゃないだろうな。僕ちょっと見てくる。ラピード。こういう長々とした作りは通る者を謙虚にさせるためだと聞いたことがある。通る者を謙虚、つまりこれは賛同なんだろう。ちんたらしてる暇ないってのに。落ち着けよ。まあ、絶対何か法則があるはずなんだよな。早くない？やっぱりずっと同じようなのがこの先も続いてるよ。ラピードも匂いはわからないみたい。そっか、迷子にでもなったら厄介だな。はい、これ地図作りながら進みましょう。いつも良い、いいね。カロル、頼めるか。うん、地図は得意だもん、任せてよ。間違ったらひどいからね。やだな、そんな、大丈夫だよ多分。おお、なんだあの右のやつ。やったらどうするか考えてるのか。戦わなければならないだろうね。覚悟はできてんだな。正直今でも信じられない。いや、信じたくないというのが本音なんだ。彼はずっと僕の憧れだった。何かの間違いで会ってくれたらどんなにいいかと思っていた。悪いが俺の答えはもうはっきりしてんぜ。分かってる。それにエステリーゼ様への仕打ち、あれは間違いでは済まされない。意義なしだ。ねえフレンさん。フレンでいいよ。なんだい。フレンはそのユーリのしたこと知っているんだよね。ラゴーとキュモールのことかな。うん、心配しなくてもユーリを逮捕したりはしないよ。
今はね。ってことはやっぱりエステル連れ戻したら逮捕するのかな。ユーリのしたことは帝国の法に照らせば重罪だ。いわば支援で帝国の要人を二人も殺したのだから。重罪、支援って。ユーリは分かっている。ユーリは決して自分のためにやったわけじゃない。でも法とはそういうものなんだ。それは帝国の歪みとは関係ない。迷っているのかしら、どちらが正しいのか。わからない。これは迷いなんだろうか、それとも。ちょっと何やってんの、置いてくわよ。あ、ごめん。あら怖い、行きましょう。親衛隊だ。お、なんかそれっぽいとこ来たぞ。道は間違ってないってことだよね。カロル先生、冴えてるな。あの奥にエステルがいいんだろう。あんた隊長なんでしょ、あいつらにどけって言えないの。親衛隊は騎士団長の命令にしか従わない。時間が欲しい、一気に行くぞ。へえ。まあ普通の小隊よりは上だろうな、親衛隊なんだから。決まった。うい、終わり。余裕だったね、さすがに。で、これをどう解除するんだ。ややこしそうじゃの。なんかめっちゃ強力そうだよね。これって暗号化した術式を鍵として使った封印結界。開けられるか。ろくに研究されたことのない未知の古代技術よ。すごいじゃん、そんなん使えんだ、アレクセイ。私も本で見たことがあるだけ。まともに解析しようと思ったらどれだけ時間がかかるか見当もつかない。天才魔導士ですが、お手上げか。力ずくで破れないかな。鍵をかけるようなものは普通簡単に破れるようにはできてないでしょうね。そっか。あれ、でもアレクセイはどうやって通ったんだろう。多分エステルの満月のこの力で無理やり鍵を組み替えたんだわ。つまりまた力を使わせたってことだよな、エステリーゼ様の力。誰？もうデューク。なんでここに。お前たちか、あの娘。満月の子はどうした。アレクセイがこの奥に連れ去っちゃったんだ。なるほどな、そういうことか。え、ここは繋がってないのか。あんたもアレクセイがあるのか。この地のエアルクレーネが急速に乱れつつある。私はそれを収めに来た。うわ、だからエステルがいるからだ。収めにって、あんた具体的に何するつもりよ。エアルクレーネを沈め、その原因を取り除く。はっきり言ったらどう、エステルを殺すって。なんだって。たく、どいつもこいつも寄ってたかって小娘一人に背負い込ませやがって。暴走した満月の子を放置してはおけん。あんたもフェローと同じ石頭かよ。同じ人間同士、もう少し話が通じるかと思ったんだけどな。人間同士であることに意味などない。一人の命は世界に優越しない。その世界ってのもバラシャ全部一人一人の命だろうが。いいか、あのバカで世間知らずのお嬢様は俺たちの仲間なんだよ。部外者はすっ込んでろ。あの娘がどれほど危険な存在か知った上で言っているのか。知ろうが知るまいが、義をもってことをなせってのがうちのモットーなんでな。どうしてもってなら悪いが相手になるぜ。いいだろう。マジやるの。ならばフェローが認めたその覚悟のほど見せてもらおう。え、デインノモスだ。エアルを沈めることができるのはその剣だけだ。あ、デインノモスってあのラゴーがなんか言ってたよね。掲げて念じろ。そうすればあとは剣がやる。デインノモス。待てよデューク。デインノモスといや、行方知れずの皇帝の証の名前だ。なんであんたがそれを持ってる。なんでそれがエアルを制御できる。あんた一体何者だ。
その問いの答えを得ることが今のお前たちの願いではあるまい。行け、手遅れになるまい。え、デュークは味方なのか、わかんなくなってきた。エンテルケイアが背負う重荷、それがどれほどのものか身をもって知るがいい。かっこいいけど気難しいやつじゃの。そうだね、どっちなんだろうな。あの男、確かガスファロストでも何者なんだ。さあな、敵なんだか味方なんだか。うお、なんかマジか、ずっとデュークラスボスだと思ってたんだけど、違うのか、アレクセイか。うえー、あいつ味方なのか。すげえ。開いた。かっこいい、デインノモス。へえ、これ装備できんだ。おお、セーブポイントきたね。いやー、じゃあついにかな、ようやくボスになるかと思うので、じゃあ一旦ここまでにしようか。ちょっとね、長くなりそうなんだよな、ダンジョン。よし、じゃあ続きはこの後やっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それでは、さよなら。